アイランドに入りました。もうこの桜並木も全部桜は散って新芽が、出ていますね。これが桜のトンネル、桜の新緑のトンネルですね。これを鎌倉側から今土側に移ってます。いいね、ここ桜トンネルは桜若葉タワー、若葉トンネルいいですね。左手が源氏山に上がれば、ね、源氏山は今、あ、そう、源氏山はね、今頃だと思います。八重桜いっぱいだから、ちょっと明日は、ね、この源氏山を撮影に行きましょう。ここは全部撮影しようで、大きくなったですよね、幹がね。ねえ、桜は本当あっという間の桜。おお、これは素敵素敵素敵。桜の新緑のトンネルだ。あとが大変だよ、そうだよ、まあ、大変だけどね、そんじゃ大変だけど、しかしさ、まだおばあちゃんこれいいけど、葉っぱも落ちるものね、桜は。花だけならまだいいけど、すごいですよね。結局お掃除してる人、鎌倉のあそこから延々何キロぐらいかな、5キロぐらいあるな。3キロ、やっぱし掃除するんでしょうね。はい、もうこれは正面が横須賀先生の踏み切りになりましたからね。はい、ここまでですね、終わり。